今回は2023年4月28日公開のザ・スーパーマリオブラザーズムービーをドルビーシネマ 3D で鑑賞してきましたのでレビューしたいと思います。本作特に日本では知らない人はいないんじゃないかっていうぐらいの有名ゲームキャラクターマリオを描いたフル CG アニメ映画ですね。あまりにも有名でもう説明不要ですよね。ゲーム機の性能的に 16×16 のドット絵でしかキャラクターを表現できない時代に生み出され、リアルな 3D グラフィックが表示できる時代になってなお40年以上もゲームの主役を張り続ける世界的なキャラクターです。世界で最も有名なゲームキャラクターとしてギネス記録にもなるぐらい世界的にも有名であることはお墨付きです。私も子供時代はマリオのゲームに熱中していました。というか持っているゲームのほとんどがマリオ関係でした。初めて手にしたゲーム機がゲームボーイアドバンスで、ソフトがスーパーマリオアドバンス2だったのを鮮明に覚えています。このゲームはスーパーファミコンのスーパーマリオワールドを移植したゲームで、 2D の横スクロールのマリオとしては一つの完成形となっているゲームです。このゲーム全ステージをクリアすると敵キャラのグラフィックが切り替わる裏モードになるんですが、もちろん裏モードになるまで完全クリアしてました。次に手にしたゲーム機が据え置き型のゲームキューブでスーパーマリオサンシャインでした。スーパーマリオサンシャインは 3D タイプのマリオゲームで、水が出るポンプを使ったアクションが特徴的です。当時としてはかなりのグラフィック表現で、水の表現がすごく綺麗なんですよ。アクションもすごく軽快で、ホバーポンプを使っていろんなところに移動できるっていう素晴らしいアクションでした。私という人格の礎を作っていると言っても過言じゃないぐらいやり込んだゲームで、思い出の作品です。もうゲームキューブ本体はちょっと故障してしまって動かないんですが、このゲームを残しておくためだけに中古の Wii を買ってサンシャインのデータを吸い出してエミュレーターを使ってパソコンでプレイできる環境を整えてみました。このグラフィックすごくないですか。2002年のゲームですよ。あとはマリオカートダブルダッシュ、ペーパーマリオ RPG がお気に入りです。その後任天堂 DS でスーパーマリオ64の移植版マリオカート DS なども遊びました。まあそんな感じで私のゲーム体験のほとんどはマリオであり、強く心に焼き付いているキャラクターなわけです。ゲームは違えど同じような方はいっぱいいるんじゃないでしょうか。逆に言うと実はドラクエとかファイナルファンタジーとかポケモンすらやったことないんですよ。ほぼマリオです。だからドラクエが CG アニメ映画になったり、ポケモンのハリウッド版実写映画が出たりした時も、まあ、正直私はあんまり関心を示しませんでした。今回マリオがハリウッドで CG アニメ映画化するということで興味を示さないわけがないわけです。予告編はあんまり見ていませんでしたが、そのビジュアルは質感はリアルにはなってましたが、まさにゲームで登場するマリオそのもの、任天堂スイッチの次世代機のゲーム映像と言われても信じるくらいのマリオそのものでした。ゲーム作品やアニメーションが映画化されるという時にしばしばそのデザインが物議を醸すことありますよね。同じく有名なゲームキャラクターのソニックがハリウッドで実写映画化されるという際に、そのデザインがリアルテイストに再構築されて予告が公開された時にそのビジュアルの違いにファンが大抗議、映画は一部完成している段階にもかかわらずなんと公開日をずらしてまでソニックのデザインをゲームのものに近づけるという修正を行うという事態になったのは記憶に新しいですよね。一方今回のザ・スーパーマリオブラザーズムービーはゲーム用のデータを流用したんじゃないかと思わせるほどにそのまんまです。まあ実際のところ流用はしてないと思うんですが、ほぼそっくり。その上でヒゲや髪の毛などはちゃんと最近の CG アニメらしくリアル表現を採用して、正当に誰がどう見てもマリオというビジュアルでした。原作があるタイプの映画化作品ってどこまでを流用してどこからを再デザインするか、このデザインの方針がヒットや評価に関わる重要な要素です。あまりに原作要素を流用しすぎるとただの焼き増し、解雇主義、新規性がないなどと文句を言われ、アップデートを行いすぎるとこんなの〇〇じゃないとか冒涜だとか文句を言われると、一流のハリウッドディレクターでさえもたまに読み間違えるくらいなので本当に難しい部分なんだと思います。ちなみにマリオが映画化されるのはこれが3回目で、1986年に 2D アニメピーチ姫救出大作戦が、1993年にアメリカの実写映画として魔界帝国の女神が制作されましたが、評価は非常に低かったそうです。すいません、見てみたかったんですがちょっと見る手段がなくて見れませんでした。まあどちらも30年以上前の話なのでとりあえずなかったことにしましょう。さて今回2023年のマリオが撮った映画化戦略は吉と出たか凶と出たか、ここからはネタバレなしで感想をお話したいと思います。ということでネタバレなしの感想ですが、
結論を先に言うと最高でした。これは幼少期をほとんどマリオで過ごしてきたというポジショントークというか、正直偏った評価なんですが、それを差し引いても素晴らしい完成度だと思います。今回私はドルビーシネマ 3D 字幕版で鑑賞してきました。 3DCG でカラフルなマリオの世界と色鮮やかな表現が得意なドルビーシネマは相性抜群ですね。実は今回マリオの声を当てているのはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーやジュラシック・ワールドでおなじみのクリス・プラットです。クリス・プラットの声を聞いてみたかったので字幕版をチョイスしたという側面もありました。今回子供世代に大人気なマリオであり、なおかつゴールデンウィークに公開をぶつけるというスケジュールなので、圧倒的に吹き替え版上映が多いんですよね。逆に字幕版が貴重です。マリオの声といえばゲーム版の声を担当しているチャールズ・マーティネーさんのイメージしかないわけですが、 It's a me, Mario. さあどうなのか。クリス・プラットとは全然方向性が違います。マリオ以外のキャラクターも基本的にゲーム版とは違っていて、俳優のキャスティングがなされています。蓋を開けてみると、これがマリオ映画には必要だったということが理解できました。キャラクターのビジュアルについては先ほどお話ししたようにゲーム版とほぼ同じです。もし声すらゲーム版と同一だったら、それはもはやゲームのムービーシーンになってしまいます。ゲームと映画で決定的に違うこと、それはゲームではあくまで主人公は操作しているプレイヤー自身だということです。キャラクターは駒に過ぎず、個性はあってもいいですが人格はあんまり必要ないんですよね。それを映画版では俳優という人格を表現するプロが声を当てることで、マリオという人格のないゲームキャラに人格を与えることができました。そのおかげでこれはゲーム画面じゃない、れっきとした映画であると感じることができました。ちなみに任天堂公式サイトによると、本作は台本制作の段階で英語版と日本語版が同時に制作されるという特殊な工程となっており、英語がオリジナル版で日本語がその吹き替え版という立ち位置ではなく、ある意味日本語英語どちらもオリジナル版といえる作りになっているようなので、このマリオという人格が宿っているんだっていう感覚は日本語版でも感じられるんだろうなと思います。ちょっと近いうちに日本語版も見ようと思います。キャラクターのビジュアルはゲームに忠実に、ただし声は寄せすぎない素晴らしいバランスですね。ちなみにマリオの声に関しては面白い仕掛け要素もあったので、ここは必見です。見た目と声の話ばっかりしましたが、やっぱり一番大事なのはストーリーです。正直私はよくわからないところで号泣してました。マリオが思い出になっている人全員を納得させる名采配です。物語のベースとしてはゲームと変わりません。マリオシリーズのゲームでは常にマリオはいいやつで、クッパは悪いやつです。マリオはクッパをやっつける、これはもはや伝統芸能です。加えてこういう原作ありのもの、続編もの、スピンオフもの、リブートものの醍醐味ってオリジナルの世界の補助とか拡張ですよね。意味付けとも言いますかね、まあ後付けとも言いますが、オリジナルのこれって実はこういうことだったんだよみたいな、そういうのはいいじゃないですか。今作でもそういった要素を駆使してキノコ王国という冷静に考えたら意味不明な世界観をしっかり活用できるストーリーにまとめ上げていました。かつマリオのオリジンストーリーとしてもしっかりと成立していて、マリオという人格をしっかり確立させていて、まるでヒーロー映画の第1話のような完成度になっています。ファンが必要としていたものを必要なだけ用意した。こう言っていいでしょう。公式パンフレット内の監督インタビュー記事によると、幼い時の体験を大スクリーンでリアルな感情として表現したいと考えていたとのことです。ファンの感情を第一に捉えて職人的な向き合い方でこの作品が生まれたというわけです。逆に批判的な目線で見るなら、これはとことんまでファンに媚びた作品ということができると思います。映画のレビューサイトロッテントマトズでは映画批評家の高評価率は 59%、 一般観客の高評価率は 96% と非常に差が開いているということがわかります。批評家の低評価レビューを引用してみましょう。全体として過剰な刺激を与える要素の錯乱した寄せ集めのようなパッケージです。既存の忠実なファン層を喜ばせるために必要最低限のことをしたイースターエッグ探しに教本した映画です。忘れてしまったのは魅力的なストーリーを作ることです。当たり障りのない面白みのないこじつけのようなものです。まあこんな感じですよ。まあわかりますよ。ファンが見たいものを見たいだけ詰め込んだ、それ以上でも以下でもないということは否定できません。でも伝統芸能なんですよ。
ファンはそれを望んでいました。そして監督もそれを望んでいました。確かに何回も何回も鑑賞したくなるような深みと言えるようなものは薄いです。牛丼屋に行って牛丼が出てくるようなもんです。牛丼が食べたいから牛丼屋に行き、望み通りの牛丼が出てくる、これでいいんじゃないでしょうか。でも工夫は随所に感じられます。ただのゲームムービーのようにも私は感じませんでした。米の上に煮込んだ牛肉が乗っているという牛丼の体裁は保ちつつも、タレの味付けや具のアレンジなど、まあ、範囲は少ないですが、工夫の余地は無限大です。ここからはネタバレ要素にも触れて引き続きお話しします。先ほどお話ししたように、この映画のベースのストーリーはおおむねゲームと同じで、様々なマリオシリーズの各要素を見事にピックアップして映像化してくれています。ドンキーコングやマリオカートの要素のつなげ方は見事でした。予告編でマリオカート的なシーンがあるってことは知ってたんですが、どうやってそこに持っていくのかっていうのがすごく気になってたんですよね。ドンキーコングが住んでるジャングル王国にあそこまで高度なカート文化があるとは思いませんでした。トゲゾウが自分自身で変形してトゲゾウコーラとなってマリオを爆破するという展開は思わず拍手しそうになりました。トゲゾウコーラは1位を走るプレイヤーの足を引っ張るアイテムで、一部界隈では資本主義社会で生きる弱者による富裕層への妬みを具現化したものであるとも呼ばれるぐらい嫌われるアイテムで、マリオカート経験者なら必ずと言っていいほど経験するシチュエーションにあっぱれです。さらにゲーム版でマリオの声を担当しているチャールズ・マーティネーさんが演じるキャラもおり、あの慣れ親しんだ声は CM 用の吹き替えだったということが明かされるというサプライズもありました。クッパが悪いやつでマリオがそれに立ち向かうというベースストーリーから、よくここまで濃厚な94分にできたなというところです。公式パンフレットによると、本作の制作には6年間かかっているとのことで、相当綿密にストーリーを設計しているということ、相当な熱意がこもっていることが伝わりますね。ストーリー設計といえば、ここで一つその公式パンフレット内のインタビューで強調されている点があります。大抵のマリオゲーム作品ではピーチ姫がクッパにさらわれ、マリオがそれを助けるという形になっているところ、さらわれ役をルイージが務め、ピーチはむしろマリオをリードする立場となっているというところが違うという点です。公式パンフレット内のインタビューでもそこは強調して記載されていました。確かにピーチ姫がさらわれるということに慣れている方にとっては、まあなんでそこを改変したんだと思うかもしれません。で、個人的にはこの点の変更って別に特に気になる点でも気にするところでもないと思うんですよね。ここでマリオの原点ともいえるゲーム、1985年発売ファミコンのスーパーマリオブラザーズの当時の取扱説明書を見てみましょう。物語、キノコたちの住む平和な王国にある日、強力な魔法を操る大ガメクッパの一族が侵略してきました。おとなしいキノコ一族は皆その魔力によって岩やレンガ、つくしなどに姿を変えられてしまい、キノコ王国は滅びてしまったのです。このキノコたちの魔法を解き蘇らせることができるのはキノコ王国のお姫様ピーチ姫だけ。彼女は今大魔王クッパの手中にあります。マリオは亀一族を倒してピーチ姫を救出し、再び平和なキノコ王国を築くために立ち上がりましたということだそうです。当時クッパはなぜピーチ姫を誘拐するのかという理由は設定されていなかったらしいです。この物語を見るにもピーチ姫はあくまで魔法を解くためのキーアイテムでしかありません。極論ピーチ姫じゃなくて魔法を解く力のある石とかでもいいわけです。これがマリオの本質だと思うんですよね。それにマリオは大工さんというキャラ設定です。これもマリオが初登場したゲームドンキーコングを作る上で必然的にそうなったということが、マリオの生みの親である宮本茂さんのインタビューで語られています。なんで大工さんが大魔王クッパに立ち向かってるのか、なんで王国の姫を助けようとしてるのか、動機や経緯が謎です。そう考えると本作の映画ザ・スーパーマリオブラザーズムービーではこの本質に立ち返り、大工さん、まあこれは配管工という設定が後々追加されてますが、そんな職人がなんでキノコ王国などという意味不明な王国でなんでクッパに立ち向かうことになるのか、それを真剣に構成した結果、家族であるルイージがクッパにさらわれ、ピーチがサポートしつつ救出する、そういう流れになっただけだと思うんですよね。その上で後々のマリオ作品の設定であるクッパはピーチ姫が大好きという設定をちゃんと受け継ぎ、最終的にクッパはピーチ姫をさらいたいと思っています。確かにね、全て全くこじつけではないかとか、
全てに筋が通っているかというと違いますが、リスペクトと愛がこもった実に巧みなストーリー設計だと思いました。映画終盤、クッパの圧倒的なパワーで窮地に陥ったマリオとルイージがスターを取り無敵になるという展開、もうだいぶ前から見えていた展開なのに、なんかわからんけど感動してしまいました。やっぱりこれは伝統芸能です。子供向けコミックに現実味と深みを与えたクリストファー・ノーランのダークナイトのようなコクのある味わいはあるかないと思います。逆に深みとコクが出ているマリオなど必要なのでしょうか。大人も子供も楽しめる超正統派エンターテインメント映画として素晴らしい作品といえるザ・スーパーマリオブラザーズムービーでした。今回の動画は以上です。このチャンネルでは映画の解説、考察、レビューや映像技術の解説、ガジェットレビューと自作 PC の話などをしていきますので登録お願いします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。